1989年の横浜太陽ホエールズでは、1989年の横浜太陽ホエールズにおける動向をまとめる。1989年の横浜太陽ホエールズは、小畑岳監督の3年目のシーズンである。前年本塁打、打点の2冠王を獲得したカルロス・ポンセが、打率2割台前半と不振。特に巨人には、 開幕から10連敗を喫するなど5勝21敗と大きく負け越し、巨人独走の大きな要因となった。打撃陣はジムパチョレックが2年連続打率2位、途中からポンセに代わり4番に入った山崎健一も自己最高の成績を残したが、チーム得点、本塁打はリーグ再開、投手陣は2桁勝利なし、チーム失点はリーグ再開。 ルーキーの谷重元信は5月27日のヤクルト戦で本塁打を放っている。10月4日からの対巨人3連戦で3試合連続完封負けを喫し、相手の胴上げを許す屈辱を味わい、チーム再建を期待された小場監督は契約2年を残して辞任。最終的に優勝の巨人に36.5ゲーム差、4位の ヤクルトに8ゲーム差をつけられて1984年以来の最下位に沈んだ。カード別成績では巨人はじめ上位陣に大きく負け越したが、ヤクルトに13勝12敗1分と勝ち越して、全球団負け越しだけは免れた。公認にはこの年まで巨人の二軍監督だった須藤豊が就任し、ヘッドコーチに江尻良、投手コーチに小谷正勝といった。 太陽 OB を迎えるなど首脳陣も一新することになる。同年のドラフトで佐々木和弘を1位で指名している。ありがとうございます。